400に大阪市交通局400系電車は、大阪市電機局が1943年に製造した通勤系電車である。大阪市営地下鉄の3号線の開業と1号線の輸送力増強に伴う車両数の不足を補うべく、東京の汽車製造東京支店で製造された。なお、当初は16両の製造が計画されていたが、 鉱材割り当ての都合により6両しか製造できなかった。基本設計は300型に準ずるが、戦時中の資材不足の影響で、それまでとは大きく異なる仕様となった。車体外反は、含む同工反が調達できず普通の圧縁工反となり、また扉や客室内装の金具に使用していた、警報金も入手できず、木製や鉄製に変更された。 屋根状のベンチレーターも廃止され、その代わりに、側窓下段が従来の固定式から上昇式に変更されたほか、トップナンバーである401については、通風口として、側面腰高部に四角い穴を開けて竣工している。なお、車内衝動を引き上げるために補助灯が追加設置されているのは、10日完成が徹底して実施されていた、当時の情勢とは逆行するが、 これは地下線のみを走行し、むしろ地下号としての機能が期待されていた大阪市営地下鉄ならではの装備であった。もっともこうした煎字色の強い仕様の一方で、本形式は溶接技術をはじめとする工作技術の進歩が反映されて、屋根は張り上げ式になり、窓隅には R が付けられており、従来の車両とは大きく印象が異なる優雅な外観となっていた。 300型と同じく、川崎車両製の K-2304A を採用している。これに対し、台車については3 0 0系以前の車両が使用していた、住友金属工業 KS-63L 一体、中高イコライザー台車の調達を希望したが、住友の鋳造設備が、軍需生産で、フル稼働状態にあって製造できず、 やむなく、ボールドウィン BW78 から25、A 相当の記者会社製、蛍光組み立て式イコライザー台車に変更されている。また、当初16両の増備を計画し、伝送品については16両分が前もって確保、されていたが、本形式製造に使用された残りの10両分は、工場に補修部品としてストックされ、戦中戦後の物資,資難の時期に、 特注の高級部品を使用する、これらの大型電車の稼働率低下を食い止める上で、非常に重要な役割を果たし、その後500系製造時に転用されて、本来の役割に当てられることとなった。また、制御機も非鉄系金属の入手難から、代用部品化が進められた、東洋電気製造 ES-512C に変更されており、これは、 戦時中の国史もあって故障が多発したと伝えられている。戦時中の製造であり、国史がたたって故障が頻発したが、戦後は多形式と仕様を揃えるべく、下記のように順次整備されていった。1970年の日本万国博覧会に向けての1号線輸送力増強の一環として、1号線在籍の旧型車は心臓の3 0系で置き換えられることとなり、 1969年秋までに運用終了し全車廃車された。ありがとうございます。